皆さんこんにちは、グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で今地元の議員さんをされてらっしゃる牧田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕はもう顔見知りなんでマッキーって呼ばせてもらうんですけど、マッキーの自己紹介を簡単にいただいてもよろしいですか。牧田直樹と言います。私はですね、もともと高校の教師をしていた後にモンゴルに体育隊員として赴任をしました。その後帰ってきてですね、いろんな地域を見させてもらった上で地元の力になりたいと思ってですね、今議員にいただいているところです。はい、じゃあ早速なんですけど、そもそもマッキーって JICA 海外協力隊に参加したじゃないですか。でもその前に国際協力に興味を持ったきっかけってところを聞いてみたいんですけど、何かあったんですか。協力隊のきっかけはそれこそ元々高校の教師で、新卒で高校の教師にならせてもらって、はい、子供たちと接する中で現場を知ると、学校の教師ってもっと広くいろんな視野を持って子供たちと接しなきゃいけないんだなっていう思いはずっと持っていて、その上でまだ若いというか、ましては学生時代はずっとね部活動やってきた人間ですから、もっと広くね世界を知りたいっていう思いがあって協力隊に行きたいなと思ったのが最初のきっかけ。あ、そうなんですね。はい、じゃあ大学生の時とか、その時は別に海外とか国際協力に関心はそんなになかったみたいなイメージですかね。そうですね、関心はなくて、もちろん海外協力隊っていうことは知ってたんですけど、自分がね本当に行くとは全く思ってはなかったですし、はい、で結構試験も難しかったりするっていう話だったから、そういったものには縁がないのかなとは思ってた。あ、そうなんですね。マッキーさん出身は群馬県ですか。群馬県。あ、そうなんですね。大学は東京ですか。大学は東京。あ、そうなんですね。大学東京行って、その後の大学院が新潟だったんだけど、はい、あ、そうなんですか。知らなかった知らなかった知らなかった嘘言わないからそっか。え、そうなんですよ。新潟のどこ。新潟の上越教育大学。お、マジか。そうなんですね。教員養成学校なんだけど、はいはいはい、そこって大学院なんだけど、現職の先生もよく来てて、あ、そうなん、ね、現職の先生とのつながりとか免許を取る上でのカリキュラムとかすごい良かったから、そういった意味でね入学をしたと。あ、そうなんですね。そうそうそう。じゃあその大学とか大学院時代は海外とかに行ってました。旅行ぐらい本当に友達とかと旅行に行ってじゃあもう途上国に行ってみたいとか、そういうところはあんま考えてなかったんですね。いや、その時、その時は全く考えてなかったね。じゃあその後大学院卒業して高校先生になった時にもっと世界を知らないといけないなみたいな考えになったってことですか。そうだね。子供たちを前にした時に勉強を教えるだけじゃないでしょう、うんうん、学校の先生っていうのは、うんうん、だから社会っていう部分をリアルに知りたかったっていうことがやっぱり一番のきっかけかな。うん、そうなんですね。ちなみに高校では何を先生、何を先生。あ、俺体育。マジで。そうなの。知らないんだけど。マジか。ずっとバスケ人間だと思ってました僕は。バスケは学生の時ずっとやってたからね、はい。高校の体育の先生はどこでしてたんですか。育英高校っていうさ。え、仙台育英。違う、前橋。前橋育英。じゃあそこで先生しだして、実際大学院とかでも教育のカリキュラムとか学んだじゃないですか。うんうん、結構使いました。大学院の時の研究内容が主体的っていうのが一応テーマだったの。はい、はい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 、要は主体的に物事に参加するにはどうすればいいかなって結構ふわっとしてることなんだけど、はいはいはい、その上で教え込むっていうことに関してどうなのかなっていう懐疑的な部分はあって、うんうん、子どもたちがこうやりたいようにさせていくっていう視点のもと接するってことはすごい大事なんだなとは意識はしてて、うんうんうん、あ、そうなんですね。ちなみに体育の先生しつつ部活動の顧問とかもしてたんですか。だからバスケ部をねコーチとしてやってた。え、そうなの。前橋育英はバスケは強い、うん、バスケは強い。インターハイめちゃくちゃ強いじゃん。は出たね。ちょっと待って、マッキー自体はインターカップとか出てるんですか。出た出た、国体も出たし。隠すね、すごい隠すね。いや隠しない俺なんか全然顔し出してない本当に。あ、そう、うん、みんな結構驚かれるんだけど、うん、出たよ。そうなんですね。大会もじゃあバスケ上手いんだよやっぱ。ちょっとねそれじゃあちなみにバスケで強豪校で教えるじゃないですか、うん、どういう風に教えてるんですか。もう自分より上手いのよ。全国から来る子も多いから、日本代表に入ってる子もいたから、うんうん、教えるっていうことにすごい限界があって、うんうん、意識してたのは熱中できる環境をどうやって作るかが学校の先生の仕事であって、何か知識とか技能とかを教え込もうっていうことはできないんだなっていうのは、その能力が多分なかったんだろうけど、なんか悟った部分かな。あ、そうなんですね。だからそのやりたいをやらせるというか、うんうん、そうなるためにはどうすればいいかなっていうマネージメントっていうのかな、はいはい、そこをよく意識はしてた。あ、そうなんですね。ちなみになんですけど、うん、コーチするじゃないですか、先生もするじゃないですか、うん、この中で
嬉しかったことと一番辛かったなっていうところちょっと聞きたいんですけど、あります？嬉しかったことは、はい、生徒がこう満足げに自分ができなかったことができたっていう瞬間はやっぱり教える身としてすごく嬉しかったよね。確かにそうですね、うん、じゃあ辛かったことあります？辛かったこと、生徒がね一回怪我したんだよね、うん、でそれもすねから下、うん、骨がポッ切って、えなんで着地の失敗をしてすごい高くジャンプをして着地した時にたまたま相手の足のね上に乗ってしまって、うん、2本の骨があるんだけど、その2つが本当にパキッと、マジで、そう、それで救急車運んでる中でね、その子の実家大分だったから、はい、大分の両親と連絡取ったりしながらですぐ手術を受けて、まあでもその子は無事だったんだけど、その運ばれてる時ではね、救急車の中で直接ね見てて辛かったなっていうのかな、うん、まあでもその後復帰はできたんですか？復帰したよ、半年ぐらいかかったけど、まあそうっすよね、着地でそんなこと起きるんだ。いや起きるねっていう一部分の話をするとそうなんだけど、あとはやっぱり朝から晩までだよね、朝学校行って朝練やって日中授業やってまた夜遅くまで部活見て、だから帰るのが本当に12時過ぎとか 朝5時起きとかしんどっ、ずっとそんな生活だったから。あ、そうなんですね。それはね一般的に考えれば大変かなっていうか、うんうん、学校の先生のスケジュールだよね。確かに部活もあるし休む暇ないですもんね。そうだね、そこが大変なところかな、学校の先生の。確かに、うん、俺も大変だなと思ったところでもある、うんうん、ちなみにじゃあそこの高校でどれぐらい先生されてらっしゃったんですか？2年半かな。2年半そう。あ、じゃあそっから JICA が協力に、そうすぐ JICA に行って。ちなみにそこきっかけみたいなところは先ほどお伺いしたんですけど、うん、行動に移そうと思ったのは考えたらすぐやりました。割と早かったかな、先生にならせてもらってから1年ぐらいでね。もうそっからやりたいって。その時まだ24、25でしょ、だから30以降じゃなきゃダメだってなんか思ってた、うんうん、もちろん新卒でこう立派に先生される方もいっぱいいるから、うん、みんながみんなそうじゃないし、だけど俺の場合はもっと広い世界見て子供と接したいなっていうのがやっぱりそうだね、うんうんうん、なるほど。大学に卒業して前橋で高校の先生して2年半ぐらいで切り替わった感じなんですね。そうだね。ちなみに JICA 海外協力隊どこで知ったんですか？中学生の時かな。社会科とかで扱わない？授業の中でちょっと出てくるみたいなイメージ。そう、海外ボランティアとかさ扱うでしょ。最初に受けた印象はなんでボランティアに行くのかなって、うん、そのわざわざ自分が危ない思いをしてね、うんうん、なんで途上国に行ってするのかなっていうのはね、うんうん、思ったかな、先生の授業を聞いて。そうなんですね、うん、じゃあそれ最初思ってて自分が実際行く立場になるわけじゃないですか、うんうん、応募する立場になった時って考え変わりました？考え変わったね。動機の一つに、うん、国際協力で活躍したいっていうよりか、うん、もっと広い世界を見たいっていうのと、うん、学校現場にいて学校で起こる問題って学校の教師の責任だけで収まる枠じゃなくて、うんうんうん、それこそその子の家庭の、そう考えると親の働く環境だったり地域の在り方だったり社会の問題が子どもたちに降りかかってきてるから、うんうん、なのでそういった現場を見た時にね、子どもたちがすごい元気にやってる子はいいんだけど、そうじゃない子もいるじゃん。その子たちにできることって何かなっていうのを本当真面目に考えたのね、はい、途上国の人たちってお金はないじゃん、だけど本当にそうなのかなっていうのも気になってはいた、うんうん、まあ確かにね、テレビのニュースとかだったらそれずっと出てますからね、うん、でもそれが本当なのかどうかってところはまだ分かんなかった。そうそうそう、分かんなかったね。だから日本ってわりかしさ先進国って言われてる中で、はい、世界的に言えればさ、うん、経済国だよね、うん、でも途上国って言われる場所はそうじゃない、うん、日本人って割と窮屈な部分もあるんじゃないかなっていうのは、うん、なんかその学校現場にと思ってて、はいはい、途上国はどうなのかなっていう知りたい好奇心っていうのがやっぱりあったかな、うんうん、なるほど。その好奇心を追っかけたっていうのもある。あ、そうなんですね、うん、じゃあその JICA 海外協力隊に応募しようと思った時に、うん、先生として行こうみたいな感じで考えてました？先生として行こうと思ったんだけど、うん、そういった制度が学校になくて。そういうことなんですね。そう、それで最悪もう一回試験受けようとなるほどね試験を合格しようと、うんうん、で OK と思って、うん、それで受けて。あ、じゃあ一回もうやめて受けたんですね。やめてない。あ、そうなんだ。やめずに何回かあるでしょ。2回目受けたんだっけな、うん、二次隊だから俺ら2回目受けたんだ。2回目だと思う。そうだよね、秋とかでしょ。秋、そう、うん、秋受けてで合否が出るじゃん、うんうん、それでちなみにどこを希望してたんですか？面接が聞かれるよね、それね。どこの国いいですかみたいな。はい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 、聞かれますね。どこでも行かせてもらえますとちなみにマッキーさんが第1希望から第3希望まで選べるじゃないですか。あれどこを書きました？全然覚えてない。行ければみたいなスタンス。そう、でもアフリカとか南米とか、うんうん、地球の裏側行きたいなっていう気持ちがやっぱりあったんだ、うん、そうなんだえ、どこ行ったんでしたっけ？モンゴル
めちゃめちゃ近い。もう近いよ。めっちゃ近い。まあでもモンゴル行くことも絶対ないからね。普段成田から直行便ってもう時間半よ。めちゃめちゃ近いよね。え、しかもモンゴル直行便あんの？直行便あるの。マジか。そう。なるほどね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではマッキーさんが、うん、なんで海外とか国際協力に興味を持ったのかっていうところから、ジャイカ海外協力隊に参加する前をお話ししてもらったんですけど、うんうん、次の動画ではジャイカ海外協力隊モンゴルで何してたのかっていうところをお伺いしたいなと思います。はい、わかりました。相撲ばっかりしてたわけじゃないですよね。その可能性あるよ。はい、じゃあちょっと次回の動画お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。